鈴木里香子は、セントホース所属のフリーアナウンサー。愛知県豊橋市出身。愛知県立自習館高等学校、立教大学社会学部を卒業後、2007年4月に青森朝日放送に入社。同局在籍時には、地上デジタル放送推進大使を務めていた。2012年3月末付で青森朝日放送を退社し、 同年4月に地元である中京テレビへ移籍。2015年3月29日放送のスポーツスタジアムバレにて番組交番と共に同局を退社すると発表し、3月31日付で退社。2015年4月1日よりフリーアナウンサーとしてセントホースに所属し、活動拠点を東京へ移した。富士テレビ報道局が運営している。 ウェブ専門のニュース専門チャンネルにて報道番組を担当することも発表した。2017年12月より日テレニュース24キャスターに就任。2016年2月10日、ミス・鈴木コンテストグランプリ受賞。身長158センチメートル。2019年5月1日、自身のブログで結婚したことを発表した。剣道初段。 バトントワリング5級、フィギュアスケート3級の資格を持つ。2010年1月10日放送のパネルクイズアタック25女性アナウンサー大会に後輩アナウンサーの坂本義子とペアを組んで出場した。兄弟は多かったため奨学金を借りたが、2020年6月に14年間払ってきた奨学金の支払いが終わったことを明かしている。CM 中京テレビハウジング。 佐藤圭鈴木里香子アナウンサー、本日のスポスタバレでお別れ。佐藤圭のご勘断ください。中京テレビ、2016年12月16日閲覧。柏田優里、鈴木アナ、次のステージへ。オフィシャルブログ、パレット。アメーバブログ、2015年6月13日閲覧。ご報告、鈴木里香子オフィシャルブログ、麺と、スープと、 時々スーさんアメーバブログ2019年5月1日、節目、麺とスープと時々スーさん、鈴木リカ子オフィシャルブログ。ありがとうございます。